査によると、ブラックボールは不安定なパルサーを継続的に発生させている。動力装甲と武器は使用できない。どうすれば？付近に身を守れるものがないか探せ。それにより周囲に複数の敵が確認された。雨に紛れて始末しろ。忘れるな、見つかったら終わりだ。ボスが見張れって言ってたけどよ、誰もいねえじゃねえか。時間だ、あとは任せて寝とけ。ああ、レビ、とりあえず一服してくるわ。あとはよろしくな。前方の畑を抜けろ。いつまで待たせんだよ。右の岩陰に隠れろ。
り隠れておけ。はみ出すなよ。大丈夫だ。進め。いたぞ。援護しろ。大丈夫だ。進め。マジで疲れた。2階に複数の敵が確認された。見つかるな。腹減った。チェン長官、敵の巡回区域から離れました。次のパルス波が来るぞ。備えろ。シア、大丈夫か？問題ありません。動力装甲も正常に機能しています。よし、だが注意して、
こっちは違うみたい。こっちが正しいといいんだけど、上に行く方法を考えないと。
しばらくは安心ね。敵はまだいるぞ。上空の偵察機に注意しろ。了解。船長官、宿を抜けました。次の目標は200メートル先にあるレストランを抜けると川に出る。川を渡ると目標地点につながる道だ。そこを目指せ。Ah!
座標をモニターできない。どこにいる？足畑です。足畑の先に風雲鏡がある。確認できる場所まで進め。了解。
で何か起きたようだな。注意しろ。
時間がない。ウェイクに軍事車両を届けさせる。送った座標に向かい確保しろ。